皆さんこんにちは、ひよこです。北海道旅行では競馬場で久々に競馬を楽しんできました。その様子はまた週明けを目安にアップしたいと思いますのでご期待ください。さて今回はレームミノルやベルカントなど重賞で活躍する馬をたくさん輩出した重賞第37回小倉2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきます。勝ち馬は牝馬が6勝して2着3回と牝馬がかなり頑張っています。またデビューからのレース経験は1回か2回の馬が馬券に絡みやすく、ここまで3戦以上戦ってきた馬にはやや厳しいデータが出ています。そして今回はフェニックス賞組と新馬未勝利組のメンバー構成ですが、フェニックス賞からここで馬券に絡んだのはここ数年ではわずかに1頭ですので、オープンクラスの経験馬であってもあまり評価を上げすぎるのは危険かもしれません。馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気と2番人気が馬券に絡みやすく、それ以外はほぼ同じような感じ。ここ10年はどちらかが馬券に絡んでいます。3年前に単勝万馬券が出て荒れるレースの印象もありますが、単勝が10倍を超えたのはその1回だけ、3連単が10万円を超えたのは2回と穴馬同士で決着する可能性は高くないようです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はバイザーにしました。前走は 1400m ですが、この馬の良さである速い流れでもスムーズに運んで刺すのは前がごちゃつくこのレースには向いてそう。状況も馬なりで好タイムを出したということで期待度の高い一頭です。以下上がりの使えそうな馬が上位に絡む傾向なので、レースの経験回数と末脚を評価軸にしてこのように印をつけてみました。それでは買い目です。ファイザーからの流し馬券を本戦で勝負します。前々ですんなり決まる可能性もありえますが、前がごった返すとこの馬の出番、乗り手の言うこともよく聞く馬なので上手にさばいて着戦で決めてもらいたいです。来週からいよいよ秋競馬がスタートです。セントウルステークスと京成杯オータムハンデの予想に合わせて北海道で撮った動画もまだまだいっぱいありますので、どんどんアップしていきたいと思います。それでは皆様の馬券が的中しますように、チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。